なんかコーカスはコーカスだなって思いました。なんかこのワイワイできる雰囲気、上下関係なくっていうのもあれなんですけど、みんなでなんか気軽にワイワイできる雰囲気がやっぱり素敵だなと思います。大丈夫かなみたいなのあったんですけど、意外とめちゃくちゃ楽しくて、めっちゃドッジボールとか楽しんでませんでした？はい、めっちゃ全力でできました。やっぱドロンコ運動会ですね。あんなに生まれて初めて泥まみれになったことがなかったので、そう、楽しかったし、なんか全力でやろうって気持ちにもなって、なんか部活動みたいな、なんか全力のな気持ちを思い出させてくださいました。関西の方とかすごいテンポが速くて、でもすごい話がやっぱり面白いので、なんか聞いててこっちも楽しくて、もうなんか笑顔っていうか、こうやってお客様とも話してるんだろうなって想像するだけで、絶対これは楽しいなと思って、やっぱお客様絶対来るわって思いました。他店舗の方とあんまりコミュニケーション取れる時間ってないので、県外の店舗の方とかと一緒にこういった感じでグループバラバラでやったりして、すごい楽しいです。でもやっぱり県外の方、先輩方と会ったことも喋ったことも全くなかったので、どんな方がいるのかも全く分からなくて、なんか喋れたことだけですごい嬉しかったですし、今ちょうどカレー作ってて、カレーのタイトル決めるってみんなでなんか案出して練習し合ってって、今すごい楽しかったです。やっぱ新卒と一緒に働いてるんで、わからないことが多かったりだとかするんですけど、他の店舗の先輩方のアドバイスだったり、今日とか昨日聞いたことを実践してみようかなっていうのは感じました。